長崎原爆被災者協議会、通称被災協。副会長を務めている横山照子さん80歳。長年、多くの被爆者の相談を受け止めてきました。活動の原点にあるのは、苦しみ続けてきた妹の存在です。亡くなる前は目が見えなくなって、その時に私何の罰を受けてるの？私自身の心が潰れそうでしたね。爆心地から4キロの長崎市中新町。横山さんはここで生まれ育ちました。このアパートの敷地がうちだったんですよ。1945年7月、当時4歳でしたが、町をたびたび襲った空襲の記憶が残っています。町内の防空壕に入ってる時に、対岸が三菱なんですね。で、三菱がやられて真っ赤な炎を上げてたんですよ。でもそれはもう怖いと、それをきっかけに疎開した。横山さんは祖父母と2人の姉とともに島原の親戚のもとに疎開します。原爆が投下されたのはそれから数日後。その脅威を理解したのは終戦後の8月18日でした。祖母に連れられて戻った長崎は廃墟と化していたのです。どこを通ったのか分かりませんけど、怖かったというのを覚えてます。おばあさんのおもんぺを一生懸命引っ張って握って、ここどこここどこ、もうしょっちゅう聞いてたのは、それは覚えてます。8月9日、自宅には母と当時1歳の妹律子さんが残っていて、家の前で被爆。怪我はありませんでしたが、1ヶ月後律子さんの体に異変が現れます。喉がおかしくなって気管支の手術をしたんですね。で、それでも良くならないで喉がヒューヒューなってたんですよ。小学校に入学してからも入退院を繰り返し、中学1年生からは44歳で亡くなるまで病院での生活が続きました。声が出にくくなっただけでなく、両目も失明。その時の一言が今も頭に残り続けているそうです。声もそうだし、ベッドからも全然降りることできないし、で目は潰れるし、自分で食べることもできないし、私何重苦、何の罰を受けてるの、こっちが助けを求めたいなと思うんですけど、本人はもう本当に大変だったと思います。原爆によって長く苦しめられている被爆者を救いたい。横山さんは知人からの紹介を受け、1972年から被災協で働き始めます。被爆者からの相談を聞き、サポートする役割を担いました。被災協の会長田中茂光さんも、横山さんたちによる活動が被爆者支援の基礎を築いてきたと話します。長崎被災協の中ではね、一番知ってるといういろんなことをね、だからずっと生きとってもらわないかんって。ここ数年、被爆者運動の中心的な役割を担ってきた多くの先輩たちが相次いでこの世を去っています。今年6月には長年事務局長を務めた山田博民さんが亡くなりました。高校の教師だった山田さんは、母親や兄弟を原爆で奪われた怒りを原動力に、平和活動や被爆者に関わる裁判の支援などに力を注ぎました。被爆を原点にするというか、
大事にするというか被爆体験を書こうというふうなことでグループを作って、理論でみんなを引っ張っていくというか。今年創立65周年を迎えた被災協ですが、被爆者の減少にコロナ禍が追い打ちをかけ存続の危機を迎えています。長崎だけでなく全国の被爆者団体が同じ状況だといいます。あ、映った映った。はい、集まりもできないでしょ。そうそう、ですから被爆証言は全部オンライン、オンラインっていうのはね、私みたいにオンラインできないものもいるんだからさ。広島県原爆被害者団体協議会の理事長代行、三巻俊之さん。横山さんとは日本被団協の代表理事を共に務めていることから親交がありますが、去年1月からはコロナの影響で会う機会がなくなったそうです。しかし被爆者の思いが変わることはありません。核兵器禁止条約がね、できないんじゃないかとできたけれど、採択されて発行されたというのは大きな喜びですよね。だからこれを本当に実行あるものにするためには、まだまだほら三巻さん、世界に出ていかなきゃいけないよ。核の傘に依存する国々が、揃って署名批准しないんだから、だからまあ今度ね、オーストリアで第1回の締約国会議がありますが、私たちも、できたら行きたいと思っております。ね、本当にできたらね、お礼を言いに行きたい。頑張りましょう。頑張りましょう。原爆投下から76年、今なお苦しみや辛さを抱えながら長崎、広島、そして全国の被爆者たちは核兵器廃絶を訴え続けています。